前作では、残念ながらチャンピオンになることができなかったので、今回こちらポケットモンスターブラック2の方でチャンピオンになりたいと思います。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツです。今回からこちらポケットモンスターブラック2の実況をやっていきます。よろしくお願いします。前回ねホワイトの実況をやっていたんですけど、残念ながらチャンピオンとね戦うことができずにエンディングを迎えてしまったので、今回こちらね、まあバージョンもねブラックに変えて、まあホワイトやったならねブラックもやりたいので、2で今回はブラックをやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。いきましょう。また相棒たちとね冒険をしていきます。やっていこうって言っても2年後の話なんだよね。ゲームで使うおもちゃ同じだね。そんなに大きな設定の変更とかはないのかな。はーい、久々、ポケットモンスターの世界へようこそ。荒垣博士だね。まあ2年もあればちょっと年と、やめておこう。私の名前は荒垣と言います。みんなからはポケモン博士と呼ばれているわ。今回はなんだ、チラーミーか。うおー、進化した進化したぞ。へえ。そう、この世界にはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が至る所にいるの。ほん。不思議な力を秘めているポケモンは姿形も暮らしている場所も様々。これね、あの1というかブラックホワイトの時にはチラーミーだったのにね、進化したんだね。そんなポケモンたちと私たち人間は仲良く暮らしているの。一緒にいることでお互い満たされたり、力を合わせ助け合い、大変な仕事をこなしたり、中でも人気なのはポケモン同士を戦わせて絆を深めることね。で、私はポケモンたちを研究しているってわけ。さて、私の話はこれぐらいにして、あなたのことを教えてくれるかな。で、主人公は変わるんだね。なるほどね。すごいな、なんかチャイナ娘みたいな頭のお団子、これどうなってんのすごいね、女の子で男の子ね。この男の子何気にさ、レギンス男子なんだよね。ちょっと前に流行ったよね、レギンス男子。何がいいのかさっぱりもって分かんなかったんだけど、レギンス男子ね。男の子でいきます。名前も知りたい。あれだけ博士知ってるくせに、もう散々ね、もうなんだっけ、なんとかキャスターで電話してたのに。ミツでございます。お願いします。ミツくんでいい？はーい。ミツという名前、とても素敵よね。それ2年前にも言ってたな。うん？それでは、次はあなたの知り合いについて聞かせてね。近所のお兄さん、あ、年上なの。彼の名前も教えてくれるかな。年上ライバルか。ヒュー。ヒュー。ですね。ライバルの名前は、ふいふいふい。もう決まってるんだよな。俺のポケモン実況シリーズのライバルの名前といえばハリアですよ。ハリアでいきます。ハリア、それで合ってる？合ってるよ。ミツ、これからあなたを頼りにして大事な大事なポケモンをプレゼントします。設定は同じだね。あなたがパートナーとなるポケモンを選んだその瞬間から、あなただけの旅物語が始まります。荒垣博士による知らない物語もうこのネタを言うのもな、2回目だけど。この旅であなたは数多くのポケモン、いろんな考えの人と出会い触れ合うでしょう。その様々な出会いからあなただけの大切なものをぜひ見つけてほしい。そう、たくさんの人々やポケモンと触れ合い、自分自身を成長させる。それがこの冒険の最も大きな目的です。それでは行きましょう、ポケットモンスターの世界へ。レッツゴー。あれから2年、いろんな成長。今回も設定があるんだね、季節の。冬。ホワイトの時もな、冬だったからな。今撮ってるのはまだ夏、まあ、残暑がね、まだまだっていう、残る時期なんだけど。こんな街あったっけ？何この2年間でだいぶ変わったのかな？だって、今、ねえ、あのホワイトとかブラックと同じ街にまたもう一回行くんでしょ？ 2 年後とはいえ。ライバルがチェルと、チェルじゃねえ、なんだっけ、チェレン、チェレンとベルじゃないんだよね。チェルってなんか名前合体しちゃったな。出た。誰？もしもし。どうしたの？荒垣から連絡なんてすごい久しぶりじゃない？なんだなんだ、誰？へえ、ポケモン図鑑。
それをうちの子に、あ、ママか。いいんじゃない？だって私もあの子に旅してほしいもの、荒垣博士どんだけ知り合い多いの。で、なに？その子ってば、もうこっちに来てるの？何よそれ、相変わらずね。決めたらすぐに行動なんだから。うん、ベルちゃんね。大きな縁の帽子と。はいはい。ベルちゃんが早速出てくるのか。でもライバルじゃないんでしょ、今回。ミツ、ただいま。あら。今回の家は平屋なのかい？頭ボッサボサの主人公。何もない。真新しいベッド。置いてあるの？何これ？ダンベル？何？筋トレしてんの？ほう。探検。はいはい、メニューね。あ、同じだね。設定で、ちょっと話の速度を速くしておこう。で、OK かな。で、ゴミ箱。あれ？走れない、走れない。そうか、まだダッシュシューズがないのか。ひょっとしてこれはポケモンが読む本。あれ？俺の部屋しかないの？しかも俺の部屋ドアないのかよ。全部オープンだよ。家になってんだな。あれだけ博士って知ってる？ポケモン研究で有名な、ママの古い友達なんだけど、久しぶりにお話ししてたの。突然だけど、ミツ、自分のパートナーとなるポケモン欲しい？当たり前だろ。よし、第一ステップクリア。じゃあポケモン図鑑で知ってる？うん、はい、知ってますよ。さすが。出会ったポケモンを自動で記録していくすごい、図鑑ね。またまた質問です。お母さん何なんだ？あなた、あ、はい、欲しいよ。やるべきことが決まったわ。あなたに会うためにベルという女の子。うん、ベルという女の子ですね。あれだけ博士の助手、あ、助手になったんだ、結局。なんかボディーガードやってたけど。大きな帽子が目印だって。そう、あなたはベルという女の子を探すのよ。そしてパートナーとなるポケモンとポケモン図鑑を受け取るのです。へぇ。バッグの中、ライブキャスターは入ってるよね。バッグの開き方はわかる？あ、はい。女の子の名前はベル。大きな帽子が目印。大きな帽子。初めての街で迷ってるかもしれないし、あなた探してあげてね。ホワイトの時、どうだったっけ？かぶってたっけ？帽子なんて。バッグ。何も持ってないんかい。ん？ライブキャスター。てか、ここはどこなの？ウィー。ああ、お母さんと二人暮らしで。テーブルちっちゃくねこれ。これテーブルちっちゃいだろ。食事とかどうしてんのこれ。お母さんこれ乗せるの大変じゃない？あ、だるまだ。観覧車の模型。ママが買ってきたお土産。あれか、ライモンシティで買ってきたのか。ママが昔もらったらしい、ポケモンだるまっかの人形。ああ、カイロだ。七黒び八起き。うん。特にこれ以上ないのか。んー、じゃあ出よっか。ここはなんていうとこなの？マップがないからわかんないんだけど。ミツの家。走れないしね。科学の力ってすげえ。ほらやっぱり。今なら通信で100人同時に遊ぶことができるんだってすげえよな。お邪魔。おお、立派な家だな。なんで主人公の家あんな狭いんだ。おう、ミツ、今日もハリアにポケモンを自慢されるのかい？何それ、完全にいじめられてんじゃん俺。あんたもポケモンがいれば街の外にも行けるのにね。これからもらうんだよ。で、上、あ、これは何？そのハリアの家なのかな？ん？おいガキ、僕も早くポケモンを戦わせたい。なんだなんだ、どのチャンネル？タレント勝負バラエティ。へえ。そんな番組が増えたんだ。このスペース、うわぁ。なんか、やだな。こんなところで料理したくないの、俺。あなたはポケモンと出会ってどういう関係になりたいの？私ならそばにいてくれるだけで満足だけどね。いや、共にね、チャンピオンになるために、頑張るよ。本当にもうね、前回逃げ切れなかったからね。今回でね、しっかりとね、異質地方の殿堂入りをしましょう。で、まあ、仕様はそんなに変わんないね、やっぱり。ミツさん！お、誰だ？ハリア。いや、ポケモンは手に入れたかよ。この辺りにはポケモントレーナーがいなくて、俺も退屈なんだよ。いないんだ。え？ベルって人がポケモンをくれる？ほんとかよ。ハリアの、あ、妹か。ミツさん、ポケモンをもらったら絶対に大切にしてあげてね。お、なんだ、俺に気があるのか？そうだよな。よし、
お前のポケモンをもらいに行くぞ。俺にはやることがある。そのために相棒の、お前も相棒か。相棒のポケモン以外にも頼れる人間がいるんだよ。そう、お前だよお前。お前はセンスありそうだからな。お、なかなかにいいやつじゃねえかお前。先に帰ってな。はーい、お兄ちゃん。はーい。よし、ベルって人を探せ。レッツゴー。お、なかなかにいいやつじゃねえかお前。ライバルにしては。でも歩くんだね。お邪魔。もうチェレンとかに比べら全然いいやつだな。あなたたちもいつかはポケモンと旅をするのね。君もポケモンと一緒ならハリアとトレーナーとしての腕前を競い合えるのにな。後ろにいるんですけど。上には、ん、ここの部屋だけなんかすごいぞ。おお、お、タウンアップ一種地方の地図だ。え、見せてくれないの？見たかったんだけど。ここはどこなの？よっす。ミツさん、ベルって人見つかった？早くポケモンもらえるといいよね。あ、こいつの家か、ハリアの家か。これなんだ？これ何？なんだこのオブジェみたいな。よくわからん。そうなんだよな、このブラックホワイトのさ、この一種地方のさ、家には台所を1階に用意するっていうね、え、習慣がないんだろうな。おじいちゃん、見晴らし台からの景観ガンガニ、え、真下かな。え、なんだ、なんていうんだこれ、目下、真下なんだ。19番道路。あれは飛行機の自慢だな。飛行機ってなんだ。お姉さん、パートナーであるポケモンを戦わせるのがポケモントレーナー。その中でもとびきり強いのがジムリーダーなんだって。ちょっと待った、え、ポケセンがあんじゃん。マジか。ここなんて、どこ、ここ、ここはヒオーギシティ。ヒオーギシティ、ヒオーギ、そんなのあったっけ。さらなる発展を意味する街、ヒオーギ。へえ。ポケセン、はい、なんだ。待ちな、さっきまでポケセンにいたけどそれっぽい人はいなかったって。え、いけないの？え、なにこれ？トレーナーズスクールはただいま工事中です。へぇ、ポケセンとトレーナーズスクールが何？主人公の家にあんの？トレーナーズスクールに早く入りたいな。ポケモンのこといろいろ知りたいんだよね。トレーナーズスクールはまだできたばっかり。先生というか、ジムリーダーが赴任するまで誰も入れないぜ。へぇ、主人公の家に、家というか町に、あれなんだ、来るんだ。ジムリーダーが。そっか。マサラタウンとかみたいにねえ、全くもって人が住んでないってことはないんだね。人は旅をして大人になる。私もこの町を出ようかな。もうそんな年でもないだろおじさん。まあいい年したおっさんがこうやって旅に出てるわけだけど、ここは何なんだ。ここの先、日曜日見晴らし台、ほう、一種の光景。ここはお邪魔。ヒオウギは一種地方の端っこで、ポケモン勝負もそんなに盛んじゃないのよね。一種の中心ならポケモン勝負する人、ポケモントレーナーも多いけれど。なんだっけ、前回のホワイトの主人公の家、どこだっけ。カラクサタウンじゃなくて、カノコタウンだっけ。あれは、今回出てこないの。お、キャウキャウキャウ、今の鳴き声はあれだ。ハーデリアだ。シャリアだ、シャリア。元気かな。私のポケモン戦わせないから弱いまま。別にいいんじゃない、戦うつもりがないのであれば。ペットとして育てればいいじゃん。どこかにポケモン落ちてないかな。落ちてるわけねえだろ。私の適当な占いだとあんたポケモンと出会うよ。適当すぎるだろ、それ占いって言わねえな。じゃあとりあえずベルちゃんを探さないといけないんだね。もう歩くのがめんどくさいな。なんでこれ最初から走らせてくんないんだろう。わざわざそのダッシュシューズを手に入れるさ、過程が必要なんだろうか。こっちは？野生のポケモンは人を襲うこともあるの。でもね、そばにいれば仲良くなれるのもポケモンよ。こっちは？ダメ？そっちは19番道路。街中探していなかったら後で俺が見てやるよ。俺には相棒のポケモンがいるからな。お前、人のさ、ニックネームパクるんじゃねえよ。まったく。で、こっち？どうせこの上にいるんじゃないの？
お、雪だ雪だ。ベルちゃん、あ、こっちなんもないの。なるほどな。非容疑といえば高台、ベルって人もきっと高台で景色を見ているはず。さあポケモンもらってこいよ。あ、なに、待ってくれんの。ダメかダメか。へい、じゃあちょっと告白してくるわ。お、ベルちゃんだ。ちょっと待て、ゴミ箱。2年ぶり、2年ぶり。ほら、いい景色だろ。無視絶景だよね。ん、ベルちゃん顔変わった。ねえねえ、あなたもそう思うでしょ。あ、私はベル、ポケモン博士である荒木博士の助手です。でね、人を探してるんだけど、ミツって人知ってる。俺、2年でちょっと姿ね、変わったかもしんないけど、俺だよ俺。って、あなたミツくん。うわぁ、聞いてた通りだよ。ベルちゃんメガネかけてんのかこれ。はじめまして、会えてよかった。ではあなたにお尋ねします、ポケモン図鑑完成に協力してくれますか。だってこれ協力しないとポケモンくれないんでしょ。ありがとう、あなたのおかげで荒木博士の研究がはかどります。それに何よりポケモン図鑑を埋めていくのって楽しいんだよ。まあそうだね。なんか途中でこの子はねえ、カミツレさんみたいになるんだみたいなこと言ってたけど、ね、くれないの早く。え、終わり、帰っていいの帰っていいのな。ベルって人言ったんだろ。ってお前、ポケモンもらってこいよそうだな、ただ単にお話しして終わっちゃった。はい、それではじゃじゃーん、この中にあるあなたの パートナーとなるポケモンがいるの。お、ベルちゃん、メガネかけてる。まさかそのメガネはチェレンのメガネじゃねえだろうな。まさか。出ました、このポケモン選択のお時間でございます。炎タイプのポケモン、ポカブ。草タイプのポケモン、ツタージャ。水タイプのポケモン、ミジュマル。前回ポケットモンスターホワイトの実況ではこちらツタージャを選んでおりました。と、さて今回どうしようか。前回と同じようにスタージョを選んで、ね、今度オフでやってみようかなっていうのも一つの手だと思うんですよね。ただ、ね、連続で答えるっていうのはちょっとね、なんか面白みがないというか、結局ホワイトかね、ブラックの方に行ったから、買い込みかなと思いますよ。で、ポーカーブか、ね、シンタクとエンドウォーなんていうね、ちょっとずっしりとした、ガッシリとしたね、おっさんになってね、結構かっこいいかなっていう感じがするんだけど、まあ、やっぱりおっさんしがすごいからね、ね、水タイプのポケモン、ミジュマルでしょ。で、こいつはさ、シンタクとさ、とんでもなく違うものになったんだよね。ね、全然違ったもんね。立ち回りまでよかったんだよ。その後の大金だっけ、あれすごかったもんね。やっぱりここはこのタイプのポーカーブ。いや、でもやっぱりね、ブラックホワイトの相棒といえばスターなんだろうか、やっぱり相棒だったらな、こいつはな。で、しかも 20% でね、女の子選んですね。どうしようかな、ポーカーブの2種、20種、どれにしようか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 、いつも通りに悩んでおりますけどもね、今回どうしようか、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 決まりました。今回はミジュマルで行こうと思います。え、なぜなら大剣気がちょっとかっこよかったからですホワイトの時ね、見た時びっくりしたんですけど。よし、こいつにしよう。お前が新しい相棒だ。テーティー、ミツはミジュマルを手に入れた。イエス。わあ、ミジュマルってあなたにぴったりだよね。っていうかベルちゃん2年前選んでたよね。ところで選んだポケモンに、お、いいのかい。お、男の子だった。今回は男の子でいきましょう。相棒と。よいしょ。これ名前つけるとき気をつけないと、ひらがな一文字になりますからね。皆さん気をつけてね。で、前回の、ツタージョを選んだんですけど、ホワイトの時には。その時には女の子だったんですよね。で、ひらがなの、うをちっちゃくして、相棒うって当てたんですけど、今回は正真正銘、相棒うにします。相棒、ニックネームはそれで決まり。おう、いい名前だろ。もうずっとハートゴールドの時から使ってる名前だぜ。ポケモンの次はこれ、ポケモン図鑑だよ。ありがとう。ポケモン図鑑、ポケモン図鑑はね、あなたが出会ったポケモンを自動的に記録していくハイテクな道具なの。でね、ポケモン図鑑を持っていろんなところに出かけて、一種地方すべてのポケモンに出会ってほしいんだ。それが荒木博士のお願いなんだよ。2年も経ってるのに、いまだに完成してないのか。やっぱりあれだね、ベルちゃんメガネかけたんだ。いや、そのメガネ誰からもらったの。ちょっと俺許さないぞ。それチェレンからだったらマジでちょっとチェレンのやつをぶっ飛ばしに行かないといけないけど、チェレンはどこにいるんだ。それにしても荒木博士ったら、普通は OK の返事をもらってから出版させるよね。おい、いつまで待たせるんだよ。ってお前、なんだ。そいつがお前のパートナー、よかったな。
妹も言ってたけど、ポケモンは絶対大切にしろよな。妹の名前何なんだろうね。で、お前それ持ってるそれなんだよ。それはポケモン図鑑だよ。これ2年後ってベルちゃん何歳なの？ 12 歳？俺にもポケモン図鑑をください。俺は強くなりたい。ポケモン図鑑があればポケモンに詳しくなれる。つまり強くなれるだろ。おっと、どっかの2年前のメガネと同じようなこと言ってるぞ。誰って、あなたは？俺はハリア。大事なものを探すため相棒のポケモンと一種地方を旅する。うん、そうだね。どんな理由かわからないけど、旅に出ることはいいことだもの。ちょうど予備のポケモン図鑑でそんなに簡単に作れるもんなら量産型なの。2年前に比べてポケモンの分布も変わったみたいだから。あ、そうなんだ。みんなで調べた方がいいもんね。2年で何が起きたんだ？え？あ、はい。ねえねえ、2人ともポケモンがいるんでしょ？ポケモン本当に好きだな、戦うの。え、俺はベルちゃんと戦いたいな。いや、お、なんだ？さーて、お前がどれだけのトレーナーか確かめる。いや、そんなん俺の方がレベル低いんだから無理じゃね。俺が卵から育ったスターじゃ。で、お、なんだ？へえ、ハリア、ちょっと完全に敵役の顔してたな。へえ、あー、スタージャが敵になってしまったなんてことだ。頼むぞ相棒。ウィジンだ。あ、微妙にいろいろ変わってるな。下画面とかも変わってるし、なんかスタイリッシュになったね。体力ゲージのところとかも微妙に変わってるんだね。体当たり尻尾を振るか。いや、体当たりで攻めよう。遅い、相棒が遅い。相棒の痛みって俺の名前も相棒なんだけどな。ちょっと待って、これ負けるんじゃないか。やだぞ。チェレンの時みたいにやられるのはやだぞ。頑張れ相棒。くそ、ただの体当たり合戦が始まったぞ。あと一発でいけるか。睨みつけ、ここがチャンスだ。これはもう睨みつけで使った方が負けるんで。はい、オッケー、ナイス。よーし、上がった。レベル6。おお、だいぶ経験値くれたな。勝たせてやれなかった、この悔しさ。ああ、読めなかった。500円、500円もくれた。負けたか。野生のポケモンとは違うな。まあいいや、お前が頼れるトレーナーだと分かっただけで十分。じゃあ俺先に行くからな。お前もっと強くなっておけ。いや、こっちのセリフだよ。どっちのポケモンもすごく頑張ったよね。何、回復してくれる？だけどその子はまだ弱いから戦わせて育ててあげないと。さて、勝負をして傷ついたポケモンのためのポケモンセンターに行って元気にしてあげようよ。一緒に行く？お、デートだ、デート。ポケモンセンターはどこの町でも一緒だね。じゃあ入ろう。ちょっと大人になったのかな。まあ2年も経っちゃうな。それはいろんなところが成長したんだろうな。ではポケモンセンターの案内をするね。知ってるよ。変わってないね。ポケモンセンターはただでポケモンの回復ができるの。ポケモンが弱ったら遠慮なく預けるといいよ。ポケモンの回復をするからボールをちょっと貸して。はい、どうも。次はパソコンの説明ね。この四角いのがパソコン、トレーナーなら誰でも使えるの。連れているポケモンを預けたり、逆にパソコンに預けたポケモンを引き出せるんだよ。次はあっち。どっち？はいはいはい。あ、これね。ここはフレンドリーショップ。いろんな道具を買ったり売ったりできるの。ポケモンを捕まえるときに使うボールも、フレンドリーショップで買えるんだよ。それではミツくんに。やったー。ホワイトの時何個くれたっけ？ 5 個だっけ？次は今あげたモンスターボールの使い方。いや、わかるからいいよ。いや、わかるって。何個くれたの？あった。うお、10個くれた。ありがてえ。ありがてえ、ありがてえ。こんにちは。あら、蜜のみじまる。性格は生意気。そのポケモンと一緒なら面白い旅ができそうね。生意気か。くそ、なんか本とか読ませて性格を変えるしかないな、ドラクエみたいに。よう、ポケモンセンターに入り浸りの俺からアドバイス。外出ろ、おっさん。ポケモンの体力が減ったらとにかく回復させるんだぞ。傷薬とかいらないかな。とりあえず最初の頃は捕まえなきゃいけないからって。おい、おい、あら、ママ
あ、はじめまして、あなたがベルちゃんね。うちの息子をよろしくお願いします。で、ミツはミジマロを選んだんだ。なんだかいい感じ。もっと忘れるところでした。ほら、これこれ、ランニングシューズ。ランニングシューズ。ミツはランニングシューズをもらった。噛んじゃった。よし、ぴったり。じゃあ、説明書を読むわね。ランニングシューズは B ボタン。はい、知ってます。はい、はい、はい。なんだ？私からはこれを。ごめんな、妹ちゃん。俺にはもうベルちゃんという女の子が。なんだこれ。なんだっけ。タウンマップ、ありがとう。これは重要だ。ねえねえ、そのタウンマップどうして2つもあるの？お兄ちゃんの分でしょ。1つはお兄ちゃんに渡してほしいの。そうね、海を渡るまで一本道とはいえタウンマップがあると便利よね。だってタウンマップを使えば一種地方の様子もバッチリ丸分かりだもんね。えへへ、えへへ、どうした。なんだか見てるこっちまで嬉しくなっちゃうね。さあ、次に向かうのは19番道路だよ。ポケモンの捕まえ方をバッチリ教えてあげるからね。見てらっしゃい。大切なものと一緒にいろんなポケモン、いろんな人をその目で見てらっしゃい。はい、ポケモンと仲良くしてあげてね。おう、おう、走れる走れる。オッケーオッケー。ちょっとタウンマップを見よう。見たい見たい。どこだどこだどこだ、あった。で、これで登録しておいて、あ、こっちから始まんのか。そりゃ知らねえわ。ヒオーギシティ、一種を見渡せるほど高い山の裾野に広がる町。あ、ジムあるんだ。へえ。なんか主人公の住んでる町にジムがあるのはすげえ違和感があるな。へえ。サンギタウン。こっち行けんの？お、行けるじゃん行けるじゃん。サンヨシティ、カラクサタウン、カノコタウン。へえ。へーへーへー。おー、矢車の森。おー、相変わらずの山手線。山手線だ。前回のね、ホワイトの実況だとこっち？山手線で言うとどの辺だ？上野とか、ねえ、有楽町とか、東京とか、そっちの方か、秋葉原とか。そっちの方は見れなかったからね。今回ポケモンリーグどこ？これか。変わってないね。あれ？チャンピオンロードこっちになっちゃったんだ。へえ。うわ、なんだこれ、なんだこれ。おー、PWT、なんだ？日本語で言ってくれ。子供へ。へえ、なるほどね。え、この立ち脇シティが終わったらどこ行くの？これ山越えていくのかな。わからん。まあいいや。じゃあどうしようかな。ちょっと捕まえ方までやってると時間がねまたかかってしまうので、今回はここまでにしておこうか。よいしょ。ちょっと2人に見られながらやると怖いので、ここで終わりにしておこう。まあこんな感じでまたね、ポケモン、今度はブラックですけどね、やっていきたいと思いますので、ブラックの2ですね、やっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今度こそね、一種地方のチャンピオンになりたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、ポケモンに関してはね、いろんな、ナンバリングのタイトルをね実況してますので、そちらの方もぜひ見てみてください。詳細は URL がね説明欄の方に載っておりますので、そちらの方から飛んでいただければと思います。で、前作ホワイトの実況のことを踏まえながら多分実況をこちらやっていくと思いますので、見てないよっていう方はぜひ見てから、こちらの方も見ていただけると楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと長々と話をしてしまいましたが、今回はここまでにしておきます。ツイッターとブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。よく実況中に噛むと思いますけど、よろしくお願いします。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。